どうも、フリーザークです。今回はですね、私、まあ、Vlog みたいなやつをちょっと始めようかなと思いまして、なんていうんですか、まあ、ブログみたいなのもね、一時控えてた時期もあったんですけども、ね、たまにブログとかちょっといろいろ書いて、そこでいろいろね、こう自分の思いの丈をこう打ち上げようみたいな、そういうことを考えるタイミングとかもあったんですけど、まあでも俺、結構動画に特化してるね、人間なんで、動画でそういうのやりゃいいかなと思い、始めましてね、で、こういう Vlog っていうのを、まあ、映像のブログみたいなのをちょくちょくやっていこうかなと思います。で、まあ、なんかもう何でもね、いろんな最近あったこととか、まあドラムに関することとか思ったことを、まあ動画にしていけば、ね、動画の数も稼げるし、一石二鳥かなと思いまして、やっていこうと思います。というわけで、今回はね、まず、まあ最初なんでね、まあフリーザになったきっかけみたいなところを、なんかこう話そうかなと思っております。まあ、結構いろんなところで話したりはするんですけど、フリーザになったきっかけ、ね。まあそれはもちろんありまして、生まれた時からこの姿だったとね、まあ言ってしまいたいところもあるんですけども、ちゃんとした、きっかけがありまして、私、フリーザックに転生した、きっかけを今日はお話ししたいと思います。はい。まあ、まずですね、まあ、私のバンドザ・ウェイステッド、が、何ですか、始まりまして、で最初は、当然フリーザのというものはなかったんですけどね、私の中で、まあ、バンドが活動し始めて、いろいろ活動していく上でね、まあ、私にキャラがないと、やり始めた頃にね、すごく悩みがありまして、まあ、メンバーにもなんかいまいちキャラが薄いぞと、まあ自分自身も悩んでたりしてね。で、ある時、まあよく、僕たちが、ライブやってる、恵比寿のクラブ M というね、ライブハウスで、ライブやった時ですね。まあすごく仲のいい先輩のバンドとかも出てて、で、ライブ終わって打ち上げをやってたと。打ち上げやってる時に、なんだかわかんないですけどね、そこのね、スタッフのね、女性の方がいたんですけど、これ私はフリーザの母と呼んでいる方がいらっしゃるんですけど、なんかいきなり、ちょっと君、ちょっとこっち来て、つって。はいはい、つって、受付の方も行ったら、なんか、フリーザを渡されて、君ちょっとこれ着てみな、みたいな。で、着て、フロアに出たら、ちょっと盛り上がったんですよ。お、なんか盛り上がったぞ、と。もういいねいいねってなったら、君それすごく似合うからあげるって言われて、てかそもそもなんで女性がフリーザを持ってるのかっていうところもあるんですけどね、まあ結構パンチの効いた、パンチの効いた、うんね、そういうファンキーな、女性のタダだったんでね、フリーザをなんか私物で持ってたと。でそれを貸してくれて盛り上がったんで、本当に来てくれるなら差し上げますという感じだったので、まあいただきまして、で、その後、まあ、ちょこちょこね、せっかくもらったんで、なんか、物販に立つときだけとか、打ち上げのときに、フリーザを着るみたいなのが、ちょっとね、そういう時期があったんです。で、その時期はまだ顔も塗ってなかったわけですよ。ね。塗ってなくて、そういうのちょろちょろやってて、で、ある日、徹也が、なんかせっかくそういうのをもらったんなら、なんか、ドラムで動画とか上げてみりゃいいじゃん、みたいな、話になり、で、まあ、動画をやり始めたみたいな感じですね、ざっくりと。本当はね、これもっとね、なんかね、ギュッとした感じですげえ面白い話とか、なんか、にしちゃった方がいいのかなとかってね、すげえ一時期考えてたんだけど、まあ、特に思いつかないし、まあいいかと思って。そう、よく聞かれるじゃないですか。なんでこうやろうと思ったんですかみたいな。ね。いやー、朝起きたら、この姿になってたんです。みたいな、なんかそういう、例えばね、そういうのとか、分かりやすいのあった方がいいのかなと思ったんですけど、まあ特に思いつかなかったんで。まあそういう感じですね。まあ人にもらって、ボーカル哲也の、勧めで、フリーザックという名前で、ドラム動画をね、上げ始めて、という形ですね。うん、そうだね。だからまあ哲也のおかげですね、本当に。まあ哲也とその最初に、くれたフリーザの母の方がいたから今のこの姿があるという形ですね。うん、そうですね。でまあ動画を上げて、まあ、最初はチャラヘッチャラ上げて、
そんな伸びなくて、で、二つ目に目指せポケモンマスターを上げて、それが結構ね、ニコニコ動画とかでバズって、という形ですね。うん。なかなか、その辺をいろいろと混沌としていましたね。うん。でもなんかね、そのフリーザーを着ることによって、なんかこう昔の自分を思い出せたみたいなところがすごくあったんですよね。元々結構多分ね、まあどっちの面もあるんですけど、結構ひょうきんな人なんですよ。私ね、自分で言うのもあれなんですけど、でもなんかこう東京に来て、なんかね、東京の汚い空気とね、なんかあれにやられて、なんか変に暗くなってたみたいなところもあったんですけど、でフリーザーを着ることによってなんかこうコスプレっていうのはなんか違う自分になれるみたいな、どうせ自分じゃないしみたいな感覚があって、それで結構ね、なんかキャラチェンしたってわけじゃないですけどね、そういう表記の部分が出てきて、でもよくよく考えたらこれってなんか自分の元々持ってた部分だよなみたいな、まあ自分の隠れた部分が結構出てきたみたいなところがあり、なんかね、まあこういう感じになってたみたいなところですかね。こんな真面目に語る感じで大丈夫なのかちょっとわかんないですけどね。まあ、この Vlog っていう企画も結構ね、とりあえず始めてみたいなところなんで、まあ、どういう感じで続けていくかわかんないですけど、まあね、こういう感じでゆるっとやっていこうかなと思います。そうだね。まあなんか、質問とかもね、あればコメント欄とかでいただければ、うん。そっからもしかしたらね、次の動画とかでそれを答えるとかももしかしたらあるのかな、わかんないですけど、うん、ですね。まあ、フリーザーになったきっかけ、っていうところですね。はい。意外とこうしっかり語ろうとすると結構真面目なテンションになっちゃうね。難しいね。まあでもそういう感じですね。うん。まあ、簡単に言おう。キャラがなかったから、たまたまもらったフリーザーを、ボーカル哲也の勧めでフリーザックに、なんか文章おかしいかな、フリーザックになったとそういうことですね。はい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 、そうですね。うん、そうだね、そうね。だから哲也は本当にだからその辺はすごくねアイデアマンなんで、いろいろアイデアをくれて、なんかね、そういうこういう方向に導いてくれたっていうところで本当に感謝しております。だとその名前を、個人名を挙げていいのか分かんないですけど、まあ、フリーザの母には本当に感謝しております。ありがとうございます。じゃあというわけで、最後に、今日話した内容を即興で歌にして、終わりたいと思います。ちょっとね、あの始めたてなんで手探り状態ですけど、こんな感じでこの企画はちょくちょく、やっていこうかなと思っております。じゃあ行きましょうか。フリーザー、フリーザー、フリーザー、徹夜がいたからフリーザックは生まれた、そうだよね、フリーザー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 、つやとフリーザー母の影、フリーザー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 、二人の影で生まれた。こんな感じでいいのかな。すげえ不安だな。大丈夫かなこれ動画として。まあ、やっていくうちに多分ね、成長していくと思うから、初回だからちょっと、こんな感じで多めに見てほしいな。うん。まあ、なんていうんですかね。まあいろんなことをこの動画、Vlog では、伝えていこうかなと思っておりますんで。そうね。普段ね、フリザクチャンネル見てる人は、まあ、フリーザックの動画とか、まあ、ウェイステッド TV も上げてますけど、ウェイステッド TV もね、いろいろ、だからもしかしたらバンドのことを特に知らずに、ウェイステッド TV を見て、この人たち誰なんだろうな、みたいなことを思ってる人
とかもね、いるかもしれないのでね、バンドの、もしかしたら、バンドのチャンネルはバンドのチャンネルありますんで、そっちに飛んでないで、なんかわかんないけど、フリーザック以外の人いるな、みたいな感じで思ってる人もいるかもしれないんで、そういうのとかもね、なんかこの Vlog とかで補足していったりとか、まあメンバーのことについて語ったりとか、できれば、いいかなと、思っております。そうだね。うん。まあ今日はとりあえず、まあフリーザックに会った、きっかけっていうところで、大事な、まあ、フリーザックの母、フリーザ母と、哲也の、二人という重要な、キーパーソンでいたおかげで私、フリーザックが、登場できたと、誕生できたということがね、伝えられたかなと、思っております。あとあれですね、最近の、まあ、Vlog なんでね、これ結構その時その時の話のネタとか、時事ネタうん。まあ、近況とかも、まあ、まあ、ぶっ込んでてもいいのかなっていうところで、ジャパニーズイディオット、新しい配信シングルと、ミュージックビデオ、ウェセットのね、ザ・ウェセットのチャンネルで、公開されてますので、ぜひとも、まだ見てない人は、見てほしいです。すごい、大好評いただいてまして、いろんな、方々がコメントをね、SNS でつぶやいてくれてたりして、すげえ嬉しいです。まだ見てない人はぜひ見てほしいです。ジャパニーズイディオット、こちらもよろしくお願いします。フリーザックでした。バイバイ。